この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、うん、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど。ゲームの序盤見ていきましょう。ダニーロからドゥバン、サパタ、森島、小川、これはつながりません。ロマオ、裏へ届くか、このボールはつながりません。森島、小川、デカルト、組み立て直します。ネドベド、両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。田中、ここは中央切り込む、スルーパス、ここでファウルをもらいます。ジャスルダイン、ロマオ、アザール、裏を狙っていきます。シュート！シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そうですね。スルーパスを出した選手からのメッセージ、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。1対0、先制しています。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。サパタ、ネドベドから緩いフィードボール、エンド、森島へ、小川、田中、40分を過ぎています。ふわっと裏を狙う、これを拾いたい、菅、シュート、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。前半終え1対0、今のところ先制点を許したままという状況です。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。ではこの後も試合をお楽しみください。後半です。ホーム側としてはまた時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。処理から長いボール縦、森島、遠藤へ、
橋岡、斉藤へプレッシャー、ここは通しません。菅、森島へ、ここでファウルがありました。杉岡、いいプレッシャー。橋岡、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ホーム側としては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどもね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。立つた、森島へ、アーチのようなパス。ホーム側としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。さあカウンターのチャンスになります。インモービレからアザール、スルーパスを出す。これ仕掛けるか、来た、チャンスだ。森島、さあ残り15分、アザール、さあつながるか、さあ来たか。大迫、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。1点のビハインドがあるので今のも命がけの守りですよね。そうですね、まあ攻守の駆け引きですよね。今の場合ですと多少リスクを犯しても相手のカウンターを止めることを最優先させたパターンでしょうね。スルーパスを狙う、裏へのスルーパス、この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。アザール、スペースを狙う。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。試合終了、1対0、1点差になりました。結局前半のゴールが決勝点。